全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日も道志の森キャンプ場に来ていまして、ね、ここ最近上げてる動画なんですけれども、雪中キャンプということで、かなりね、くろうとの方が楽しまれている印象があります。今ね、グループでキャンプをされている方がいて、なんかね、これもまた薪ストーブとか使っていて、話聞いてみたいと思うんで、ちょっとお話を伺おうと思います。行ってみます。すいません、こんにちは。こんにちは。どうも、お邪魔します。タナチャンネルのタナと申します。いつもお世話になってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、すごいですね、かなり楽しそうにやられてますけれども、よく行くキャンプメンバーみたいな感じなんですか？そうですね、じじい3人組で、やってます。ちなみに、皆様、今おいくつなんですか？もう、60過ぎてますね。60す。一回ちょっと引退して、また別の会社でちょっと、ぐたぐたやってる3人です。めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。よく道志の森にはいらっしゃるんですか？そうですね、何度かも来てまして、4回目ぐらいね、一昨年ぐらいですかね、タナさんがいらっしゃった時もいたんですけど、はい、本当ですか？いつぐらいですか？去年、おととしですね、8月の13日ぐらいですかね、お盆の時にいらっしゃった。テントとか同じでした？いや、全然違います。あ、別々で、装備は全く違います。はい。じゃあ、キャンプ歴としてはどれぐらいですか？短いです。すごく短いです。2019年の冬ぐらいからですかね。じゃあ3人でちょっとキャンプ始めようかみたいになって始めた。もうジジイで会社も引退なんで、ちょっとキャンプしようかという、はい、すごいなんかいい理想的な趣味の見つけ方というか。で、今日これ下雪ここないですか？はい、除雪したんですか？そうですね、昨日来てもうひどい状態だったんで、はいはい、テント張るって凍ると嫌なんで、はい、2時間ぐらいかけてメンバーで除雪しました。そうなんですか？あの緑のやつで3人で2人で1人は何もしませんでした。まあちょっといろいろ関係性があるんですかね。ということは、じゃあ昨日泊まって、はい、今日泊まって2泊。2泊ですね。大体こうキャンプ行かれるとこう1泊じゃなくて2泊とかが多いんですか？そうですね、やっぱり1日ゆっくりできるんで2泊の方がジジイには余裕があって。いや今まだ始められて2年ぐらいで、ええ、なんかかなりこうなんかキャンプスタイルが確立されてるような感じがするんですけど、あ、なんかどういったところでこう情報を得るんですか？やっぱりタナチャンネルですからね。言わせたみたいになってますけど、そんなのないですからね。そうなんですか、ありがとうございます。あれですか、 YouTube とかやっぱ見られます？ YouTuber よく見てますね。キャンプ系の YouTuber の方のやつはほとんど見てます、ね。あ、そうなんですね。まあ、今いろんな道具もあるし、いろんなスタイルもありますからね。ちょっとじゃあキャンプ道具についていくつか聞いていきたいんですけれども、はい、まずこのメインにあるテーブル、はい、これはどこのですか？これはもう特にキャンプメーカーとかキャンプ用ではなくてですね、もう何十年も昔に、はい、家族でバーベキューやるときに買ったやつを未だに使ってるって感じです。もう40年ぐらい使ってます。確かになんかこう 今風でいくとこんな太くなかったりしますか？ないですね。これとかなんですか？ケトルですか？これ、はい、これは普通のサーモスのポットですね。それで湯割りとか、傷つかないようにただテープ巻いてる。あ、そういうことですね。焼酎をやってるわけですね。あ、はい、お湯割りで、お湯割りで、はい、あ、すごい、なんかいろいろ聞いていきたいですね。じゃあまず椅子から聞きましょうか。あ、はい、これが DOD のすごい椅子ですね。DOD の、どうですか座り心地？あ、すごく大きくて全体を包んでくるのすごく楽ですね。うん、あ、はは。ちなみにこの椅子以外で他に持ってるものありますか？自転車でもキャンプするんで。そうなんですか？その際はちっちゃなこのぐらいのコンパクトな自転車に荷物を積んでバックパックとかで。あ、そうですね、グラベルロードバイクで、はい、3人で。いや、それは私ソロで行くだけなんで。むちゃくちゃもうキャンパーですね。このバーナーはソフトとかこれはあれですね、スノーピークのバーナーです。スノーピークのバーナー2つと、これアルミのスキレットで。アルミなんですか、これ？すごく軽いんですこれ。あ、本当だ。高難のアルミスキレットって言って、はいはいはい、テフロン加工もしてて焦げもつかないし、
すごく軽いんですよ、ね、あ、皆さん持ってるんですね。いや、みんな私のですあ、じゃあ今回の道具は全部ですか。いや、全部ではないですけど、一応私あの洋食担当で、和食担当なんで、洋食系の食系は私。あ、そうなんですか。何担当ですか。あの雪かきは食べる担当です。まあ一番おもてなすわけですね、お二人で。ある意味そうです。実は送別会なんで彼。あ、そうなんですか。だから主品なんです。あ、そうなんですね。じゃあ今日はもうおもてなしするのが。あ、そういうことですね。これが焚き火台が、これは何でしょうか。ピコグリルもどきですか。もどきですか。これもどきのやつですね。もどきですね。どうでしょう、もどきは。あの本場もんは使ったことありますか。あ、私は本物、ね、本物を使って。本場もんとこう見比べて、使って比べてどうですか。微妙ですね。どうですか。いや、見る限りはね、ないと思ってます、全く。あそんなにこう遜色があるとは思わない、もうこれも2年使ってますからね。あ、2年使ってるんですね。一応ここハマってますね。ピコグリルの方がもしかすると外れやすくなるかもしれないですね。ちょっとあれですもんね、たまにが悪くなりますもんね、ずっと使ってると。実は僕、焚き火台を出したんですよ。で、ちょっとこれ一緒に見ていただいてもいいですか。あ、はい、あのせっかくなんで、はい、あのここまでこう皆さんキャンプをやられてるということは、あのちょっとぜひ評価いただきたい。まずちょっと持っていただく重さ的には、あ、それない、あの軽い、軽い、まあ、1キロあるんで、その超軽量っていうわけではないんですけど、そうですね、はい、そうです、袋とこれがまあ5徳、はい、でサイドパネルが、まあ、2枚あって、はい、これが本体なんですよ、はい、で、まあ、本体をこう置いて、はい、このサイドパネルをここに入れて、こっちも入れて、でこれをこうやってすると、これで今はまったんです。片方はこうなるともう組み立ては楽ちんで、 あとはここはめて、まあこっちも羽根の方が足なんですね。じゃあ同じようにはめて、でこれを下に押すと、これがもう、はいはいはい、出来上がりです。安定感があっていいですよね、こうして。でこの五徳は上が7キロ、はい、この下ここも7キロ、で火床が15キロです。じゃかなり強度はあるんですね。はい、おいくらぐらい。これが9800円ぐらいです。ピコより安いですね。頑張りました。もうあの利益度外視で。ピコより安い、ステンレスの量が多いけどピコより安い。で、こちらのこれは何ですか。あ、これはあのソロストーブの、はい、タイタンです、はい、これはあのコンボでこれもついてるやつ。これでまあ料理もやるんですけど。はい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 。あ、料理しやすそうですね。え、そうですね。これとセットなんですか。セットですね。あ、じゃあ中に収納できると。あ、そうです、そうです。全部、全部この中に入ります。はい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 。あ、本当だ本当だ。おお、お、すごいすごいすごい。あ、めっちゃ便利ですね。そうですね。あ、じゃあバックパックに入れて持ってこれますね、これ。だから自転車で行く時とかも、あ、これ1個あれば、で、まあ、小枝とか拾って、小枝でやればいいですもんね。ちょっとじゃ あのこちらのテント、あ、聞きたいんですけれども、その前にここ見つけちゃいました。ランタン。ランタン。ビアモーン。はい。これあの特になんかレアカラーとかではなく普通の。いや普通の。普通の。まず普通のやつ。うん、まずは普通の。普通の、はい。で、じゃあこの中ちょっとまず見たいんですけれども、はい、これ、ええ、これはどこなんですかこれ。これはあの天幕の、はい、あのテント用の。うんうん、中のインナーテントなんですけど、これがいいのが寒い時これを閉めて、はい、こメッシュにもなるんですね。あ、二重なわけですね。二重で寒い時は両方、両方閉めて閉めると、はい、ちょっと中見てもいいですか。開けてもなんか汚いと思います。これは今回はこの中はどういう装備になってるんですか。あ、コットコットと、はい、キャプテンスタークのシートと、うんうん、あとエアマット、あとこのモンベルのダンハガ、はい、もうゼロ番、あ、ゼロ番、結構あったかいやつですよね、はい、マイナス13度、はい、あ、コットはこれどこのなんですか。これ DOD です、ね、あ、DOD だ、DOD でキャプテンスタックで、まあこれは中華製ですか、ね、はい、あ、おめちゃくちゃいいじゃないですか。で、薪ストーブが、これは、はい、天幕の S ですね、はい、薪ストーブ S です。 S サイズ、一番小さいやつですね、はい、結構コンパクトですね、本当。そうですね。お湯沸かすやつですよ、はい、ここの取り付けって簡単なんですか。これただ置いてあるだけ。あ、置いてるだけ
けなんですか。こういう感じで。ああ、ははははは。これでお湯を沸かしておいて、設営とかどうですか、このこれ薪ストーブ。はい。割と簡単に。簡単ですね。これはあの小さいのでかなり簡単にできますね。で、今回のテントはこれはどこでしょうか。これポモリっていうメーカーのテントで、これはもう煙突が出せる穴があるんですね。最初から。なんでこれにしたんですけど、ね、薪ストーブ最初に買ってそれに合うやつをこれにした。ああ、これ以外にテントなんか持ってたりするんですか。あ、いろいろあります。例えばじゃ あ, あの次に気に入ってるのとか何ですか。群馬系のあの。群馬系。なるほど。で、僕あの焚き火台ですかね、もう一個のあちらは、ちょっと彼のこれ。ジョージは失礼します。こちら和食担当のお鍋もありますし、この下のはこれはどこのでしょうか。全然覚えてないんですけど。あ、これあれですか、ショーズさんとかじゃなくて、まあ、かまど系ですよね。ユーラーだか、ユーラーだか、ヨーラーだか。ああ、はいはいはい、アマゾンとかで割と出てくるやつですね。あ、でこれ鍋何作ったんですか。昨日は鶏鍋を。あ、鶏鍋。鶏鍋をつついて、でお昼にそれを今度うどんを入れてうどんを食べました。あ、今日。あ、もう最高ですね。でここのこれハンガーラックは、これは、あ、私ですけど、これどこですか。それもアマゾンで買った。アマゾンで、うん、あの中華製系ですかね。あ、そうですね。あ、ミニマルとかじゃなくて、うん、あ、ここにあるな。あ、でランタンがあって、うん、ちょっと最後に僕はこのテント、これ誰なんですか。あ、私ですけど、このテントは どちらのテントなんですか。あ、バンドっていうの、はい、ソロテピ。ソロテピ、これいくらぐらいですか。2万7000円ぐらいですか。2万7000円。どうですか、こう使い心地は。まあまあいいかなって感じなんですけど、やっぱ身長は立てないっていうのはさ、中腰になったら辛いかなっていう感じですね。あ、そういうことですね、うん、まあデザイン性とかも非常にかっこいいですよね。あ、まあね、うん、あ、やっぱその中の空間の広さ、そうですね、がちょっと足らないかなっていう感じ、うん、高さもね、うん、あ、設営としてはそんなに難しくはない。まあそんなに難しくはないですね、うん、他に何使われてるんですか。他にはそんなに使ってないですよ。あ、じゃあメインはこれ、うん、そうですね。で、あと天幕デザインのサーカスですよね。どこにでもある。いやいやいや、まあ、あの三角テントがね、こう3つ並ぶとやっぱ、てか今日もうほとんどみんな三角ですね、使ってるのが。そうですね、こうやって見るとね、うん、モデルとしては。いや、あのとても楽しそうなあのところにいろいろ楽しいお話を聞けました。あの今日もゆっくり楽しまれてください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。